民国の軍人、川軍の軍主機関の一人である。同時代の川軍軍人である龍将、龍府見てると、同姓同郷だが、血縁関係にはない。字は、右宮、同側有の家庭に生まれた。竜義弘は、四川部備学道側聖班を卒業して、四川の新軍に加入する。後に、鈴陵の推薦により東三焦燥特徴自殺みの下に配属された。 侵害革命の際には、竜も、部隊を率いて、宝天の革命派に参加している。1912年3月、竜義弘は、四川省に戻り、東政、竜有奴が率いる四川第四鎮の参謀長に任命された。同年7月、四川都督院正公のチベット出生に参戦し、軍港を挙げた。1914年、川辺鎮守氏、長武氏から、 内逆軍総司令に任命され、反乱を起こした陳あゆみさんの部隊を鎮圧している。1916年12月に五国戦争が勃発すると、劉義博はガーンで五国軍に降応する。劉割圧から第二子、第一混成度々、長剣左翼総司令に任命された。そしてサイツ率いる五国軍第一軍に合流し、 北京政府軍との戦いで軍港を挙げた。続く1917年における、竜アリアツ、羅拝金、大韓の三つどもへの戦いでは、劉義弘は、竜アリアツを補佐して、その勝利に貢献している。1918年1月、第21時、第22根制旅旅長に任命された。同年に、北京政府派の竜アリアツが、 南方政府派の熊国部に敗北して、先制省南部に敗走する。しかし劉義弘はこれに随従せず、四川省内に泊まり、劉将らと共に熊を四川靖国軍総司令に衰退した。劉義弘は四川第四支市,市長に任命され、忍一に駐屯した。1920年5月、熊は、省内からの雲南軍追放のために戦いを開始し、劉義弘を、 第三軍軍長に任命した。しかし、竜義弘はこれに抗往せず、傍観している。同年7月、竜義弘は、関東軍政府から、方便支線軍部に任命された。同年8月、熊国部と竜有奴が和解して安志川軍を組織し、旅長討伐の戦いを開始すると、竜義弘もこれに参加した。まもなく熊と竜有奴が対立し、 1921年、熊が龍有圧区地区の戦いを開始する。龍義弘は熊に味方したものの、あくまで騎士を掲げたのみで、実際の軍事行動を起こさなかった。同年6月の川軍総司令、龍将が指揮する古北省出生にも加わらず、傍観した。以上のような巧みな勢力保存の動きを揶揄され、川軍指揮官の間で、龍義弘は、水、 一般人からは、竜水港等と呼ばれた。1922年7月、第一軍軍長熊、国部、第二軍軍長、竜将との戦いが始まる。第三軍軍長、竜義弘は、熊から川軍臨時総司令の地位を提示されて、熊に味方した。そして他の川軍軍人に呼びかけて、竜将を攻撃し、これを撃破して、下津に追い込んだ。十月、 劉義博は、四川前後会議で、川軍総司令に擁立される。さらに12月には、四川将棋会から、臨時省庁に衰退された。ついに、劉義博は、四川の最高統治権を取得したことになる。しかし、劉義博の優位は長く続かなかった。劉義博には、他の川軍指揮官の対等を抑える力量は、なかったのである。 1923年1月には、北京政府に味方した、川郡第三者市長東鈴子等の討伐に、失敗した。5月には、臨時総司令、省庁などの地位を失い、旧本拠地のニーツに退却している。同年11月、劉将が、後配布の支援により再起し、熊国部討伐を開始すると、劉義博も、劉将に組みして、熊を視線から駆逐した。 その後の竜義弘は、辺境地域への勢力拡大を図り、川辺鎮樹氏鎮華霊に構成を加え、ガーンなどを占領した。1924年12月、竜義弘は、竜将の後任として、川辺防無特弁に任命される。ついで1925年2月には、同職を改組した聖光豚根氏に任命された。しかし、間もなくご配布の支援を受ける視線正しり。 陽森が、非戦統一の戦いを発動する。この際に、劉義博が真っ先に、陽の標的にされ、敗北を重ねた。幸いにも、劉将ら他の川軍指揮官が、反陽森に回り、劉義博もこれに抗応することで、陽を撃退することが、できた。1926年、国民政府の北伐が優位であることを知ると、劉義博もこれに抗応する。同年11月、 国民革命軍第23軍軍長に任命され、12月にガーンで就任宣誓を行った。劉義弘は同じく国民革命軍に加わった劉、張、劉フミテルに北伐への参戦を呼びかけている。ところが支線を離れることを望まなかった劉、張、劉フミテルは急遽連合を結成し、劉義弘討伐を開始した。義はこれにず、 本拠地のガーンも陥落させられてしまう。ついに1927年6月、竜義弘はゲアを宣言した。これにより、竜義弘の軍事、政治の経歴は完全に終了したのである。以後、果重園経営などで晩年を送った。1944年12月、大雄にて病没。去年62、ありがとうございます。